えー、こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は速度記号、速、えー、い編というわけでですね、これはもうあの、速度の最後になりますね。問題の子たちがね、えー、こう、こういうテンポとかに、こう、馴染んでいくのに、なんかこう指標になればいいかなと思ったので、とりあえずこのシリーズでこれで完成になりますので。 やっぱりこの間もあの吹奏楽の演奏したんですけど、アンダンテとかよく書かれてますね。やっぱりここからアンダンテになるんでとか、ここがカラプレスだからとかっていうふうによくこう指揮者の方が言われてましたが、やっぱりこういうの、まあ感覚で覚えていくんでしょうけど、その覚えるときの感覚っていうのが、ちょっと助けですになる、まあ皆さんの助けになればいいかなと思いまして、最後完成させてしまいたいと思います。ビバーチェっていうのは、まああの、 会社の名前とかでもよく使われますが、これはあの、魂とか、そういうこう、命とか、そういうこう、ソウルみたいなイメージがあるみたいなので、かなりこう、活発なっていう感じなんですね。152っていうのですね。これぐらいのテンポですね。1, 2, 3, 4, 5, 5. 8ビートだったら、やっぱかなりちょっと早めな感じのイメージですね。ちょっとアップテンポな感じですね。ジャズで考えると、スイングで考えると152だとそんなに早くはないですね。152か176ってことなので、まあちょっと早いかなっていう感じのテンポですね。でプレストっていうのは、これはもう本当に英語で言うところのところが、英語ではですね、ファーストとアーリーってあるじゃないですか。 で、プレストのイメージはどちらかというと、アーリーのイメージ。要は早起きとかそういうこう、時間的に速いっていう意味らしいんですけど、ただその、やっぱりこう、スピードが結局速い時間に起きても物事を速くすると、スピードが速くしなきゃいけないという意味で、こう、速い、こっちの速いという意味もあるんですが、もともとその、このプレストが持ってる意味はこちらの方、アーリーな、速いの方のイメージがあるそうですね。えー、170、えー 76、ね、からまあ180ぐらいですかね。1,2,3,4,1。まあ、ジャズだとミディアムアップスイングだけど、えー、8ビートなんかだったら結構比較的早いイメージですね。なので、180ぐらいがプレストというふうに。で、まあ、プレッティシムになると200ぐらいで考えたらいいんですかね。ここら辺まで来るとジャズでも。 そうです、ね、まあジャズだとこう倍で取るイメージがあるので例えばもうジャズでこうテンポ200って普通にスイングで1234だとそんな速くないですね1234123412341234ぐらいだと速いのでまあプレスティッシモはでは倍でインツーで考えた場合は206ってったらもうかなりファーストな感じですねというわけで速いテンポっていうことでビバーチェとプレストとプレスティッシモ ね、フォルテシモとかって一緒で、最上級の、この上級編のプレストなので、ただプレストにはもとはその速いという意味はないということと、ウィバーチェっていうのは、まあ速いというよりかは、そのソウルとか魂とかそういうこう、快活にって、こう、心がこう、なんかこもったみたいな感じなので、ちょっと速い感じになっているっていう感じですね。プレストは、え、急いだスピード。で、まあ、プレスティシモは極めて速くということでございました。 えー、これで一応、え三、ー、つずつずっとやってきましたので、え九、ー、つだったかなえー、の速さのテンポの。特にこのスローのラルゴとかラージとかね、そのスタイルで覚えると不適い,いかなと思います。あとは、まあ、あくまでもこの数字は指標なので、ベートベンも言ってましたがこの、これはあくまで指標なので、そのメロディーでビバーチェって感じる 速度にしなさいっていうふうに書いたつもりなんだけどなんかその数字にこだわってしまってそこを感じれない生徒が増えてるっていうのを印刷出版会社に書いて送ってる手紙が残ってるみたいなんですがまあもともと指標にするため演奏の指標どれ、まあ、ビバージェットどれぐらいなんだって言われた時に全く指標がなかったのでまあベートーベンさんがあのまあ友人が作ったメトロノームっていうのを使ってこういう まあ音楽の取り組みをしたということでございます。なのでこういうね、プレストとか、フィバーチェとか、プレスティシモとか、まあこういうの書かれてたんですけど、これにメトロノームマーキングってこういうのを書いたのが、これは、まあベートーベンさんだったということなので、まあもともとクラシックからできたものなので、よくね、表記があると思いますんで、そういう時の覚える時の参考にしていただければと思います。今回は以上でございます。 今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方はいいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、えー、押していただけると 中に入れて、えー、メルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので LINE アットもありますからそちらの方で登録ぜひしてください以上です黒田でしたありがとうございました